どうもこんにちは、ゆっくり霊夢です。マリサだぜ。今回は名作レトロゲームの中で、相手に悪気はない、もしくは親切だと思ってやっているにもかかわらず、それが結果的にプレイヤーにとって迷惑をかけてしまっている要素について紹介していくぜ。これはどういうシチュエーションが出てくるのかわからないけど、相手に悪意があって迷惑行為をしてくるより、相手に悪意がなくて結果的に迷惑をかけられる方が、責めることもできないからなんだか切ない感じがするわよね。そうなんだよな。これは私が子供だった時の話なんだが、ある日おじいちゃんがおもちゃを買ってくれると言ってくれたんだが、私はおじいちゃんにお金を使わせたくないと思って、いらないと断ってしまったんだ。マリサは遠慮がちな子供だったのね。だがその時のおじいちゃんが残念そうな顔をしたのを今も覚えていて、思い返してみれば良かれと思った私の行動もありがた迷惑になってしまっていたんだなと感じるわけだ。おじいちゃんとしてはお金のことを気にするより、孫に甘えられておもちゃを買ってあげたかったのね。今回ゲーム内では一体どんな要素が出てくるか、それじゃあ早速スタートなんだぜ。そんなわけでまず最初に紹介するのは、ドラゴンクエストシリーズの AI についてだ。これはガンガン行こうぜとか命大事にみたいに指示を出したら、あとはコンピューターが自分で考えて自動的に行動してくれるってことよね。そうだな。そしてこのコンピューターの行動が時に困った3で、多くのプレイヤーが頭を悩ませることにもなった。確かドラクエの戦闘で初めて AI が導入されたのは、ファミコンのドラクエ4だったと思うんだけど、有名なのはやっぱりクリフトのザラキよね。そうなんだよな。クリフトは呪文を中心とした戦い方を得意とするキャラなんだが、その多くはホイミやスカラなどの回復や補助系で、なんと攻撃呪文はザキとザラキしか覚えない。そういう系のキャラは攻撃呪文としてバギ系を覚えたりする作品もあるのにね。そのため AI が判断するクリフトの最善の攻撃手段はとにかくザキ系を連発すること。クリフト伝説が始まってしまった。これも雑魚敵相手には効いたり効かなかったりなのでまだ全然いいんだが、どう考えても絶対にザキ系が効かないメタル系のモンスターにも連発するし、挙句の果てにはボスにまでザキでの一撃必殺を試みようとするし、なんならラスボスのデスピサロにまでザラキを連発する始末。当時の子供たちは絶対みんな、クリフトどんだけザラキ大好きなんだよって思ったわよね。そして困ったさんの AI は他にも例えば聖剣好きを連発するドラゴンクエスト6。あったあった、ある程度 HP を削った敵への最後の一撃で、突然最弱呪文のメラとか使って省エネでスマートな倒し方をするなぁと思ったら、今度は HP を削った敵に当たりもしない聖剣好きを連発しまくってて、一体どういうことよって思ったものだわ。先ほど霊夢が例を挙げてくれたように、本来ドラクエ6の AI は最後の一撃はなるべく弱い技を使って、MP の節約をしつつ敵を倒そうと考えるんだ。だから急にメラとかの弱い呪文を使ったりするのね。でもそう考えると HP を削った敵に意欲が高い聖剣好きを連発するのはおかしくない？ここで厄介なのが AI の考えるダメージというのが、実際に与えるダメージではなく期待値で計算してしまっているということなんだ。期待値で計算？まず聖剣好きが当たらない理由から説明すると、実は聖剣好きに対する耐性というものがドラクエ6では存在している。メラ耐性とかギラ耐性みたいなのはよく聞くけど、聖剣好きにまで耐性があるのはちょっとマイナーかもしれないわね。そしてその耐性を持っている敵には聖剣好きのダメージが低くなるのではなく、聖剣好き自体が当たりにくくなるんだ。耐性にはダメージを抑える耐性と攻撃そのものを回避しやすくなる耐性があるのね。そして例えば聖剣好きで与えられるダメージが100程度だったとして、敵の残り HP が50だった場合、普通なら聖剣好きだとダメージが過剰すぎるから、50ちょっとくらいのダメージを与えられる攻撃を AI が選択しそうなものだけど、だが敵が聖剣好きに対する耐性を持っていて仮に命中率が 50% まで落ちていたとすると、100のダメージを2回に1回与えることができる。つまり期待値としてはダメージ50ということで計算してしまい、半分の確率でしか当たらない聖剣好きを連発してしまうわけだな。相手の HP とかこっちのダメージ計算まではめちゃくちゃ頭いいんだけど、最後の判断がめちゃくちゃ頭悪い。迷惑だけどでもなんか憎めなくて可愛い。ちなみにその間に挟まれたドラクエ5の AI に関しては、多くの人が認めるほど優秀で人間よりも効率よく行動してくれることが多いので、AI も個性があって様々ということだな。みんな違ってみんないい。
続いては R タイプシリーズより S マークのアイテム。S は機体のスピードがアップするアイテムよね。これの何が迷惑なの？ R タイプは昔の作品なんかでは初期のスピードでは遅すぎるため、スピードアップのアイテムが出てくるとそれを一つか二つほど取って、自分が操作しやすい速度に調整するのが普通だ。そうね。だがそんな風にちょうどいい速度に調整してからもこのアイテムは出続け、地形が狭いステージも少なくなくとにかく邪魔となってくる。確かにそれはあるかも。スピードをこれ以上取りたくはないけどアイテムを避けてやられたら本末転倒だから、思い切って取っちゃえって思ったらどんどん制御できない速度になっていって、結局壁に激突してやられちゃうとかね。そのせいか最新作ではいつでも自由にスピードの加減速が可能になっており、不要なアイテムによって機体の制御が難しくなるという、無駄なストレスがなくなったんだ。確かに最近最新作の R タイプファイナル2ってのをやってみたけど、いつでも機体のスピードを自由に変えられてめちゃくちゃ便利だった。他に昔からある横スクロールシューティングといえばダライアス。ダライアスも歴史が長いわよね。ダライアス外伝なんかでは今見てもらっている武器の状態、赤いウェーブと2つの白い弾の組み合わせが非常に使い勝手が良く、どの敵にも万能に対応することができる。でもこれは最強の状態じゃないわよね。そうなんだ。これ以上強くすると白い弾が緑のウェーブになって逆に弱体化。多くの場合で敵の撃破に時間がかかったりとピンチになってしまうことが多くなる。ということはダライアスでもある程度以上アイテムを取ったら、それ以上は強化アイテムも避けなきゃいけない対象になってくるのか。そういうことだ。迷惑だなぁ。さらに言うとこの手前の赤いウェーブだけの状態も非常に危険で、ご覧の通り自分の攻撃で視界がゼロになり、いつの間にか敵の攻撃に当たってやられていることも珍しくない。本来強化アイテムなんて取れば取るほどいいものなはずなのに、作品や状況によってはそれがお邪魔アイテムみたいなケースも出てくる。これはなかなか厄介だな。続いては再びドラゴンクエストシリーズから。セーブデータが消えた時の呪いの音楽とテキストの演出だ。これは間違いない。他のゲームはセーブデータが消えても特に教えてくれることもなく、全てがまっさらな状態で始まるだけなんだけど、ドラクエに関してはセーブデータが消えたらわざわざ親切に教えてくれて、でもその演出がトラウマすぎるのよ。ゲームをつけると即座に呪われた装備をつけてしまった時の音楽とともに、お気の毒ですが冒険の初位は消えてしまいましたというメッセージ。初めてあれに遭遇した時はもう唖然とするしかなかったけど、2回目からはゲームをつけてあの音楽が鳴った瞬間に、すぐにゲームの電源を切って嘘であってくれって願ってたわ。あるある。でも結局ダメでセーブデータが消えちゃってるのよね。一度そういう経験をするとセーブデータを一箇所だけじゃなく、念のため二箇所三箇所にしておこうって思うんだよな。そうそう、万が一冒険の初位置が消えちゃったとしても二と三が生きてれば大丈夫だろうって。でもそうすると今度は冒険の初が三つとも全滅したりすると。それもあるある、三つにセーブを分けた意味ってなるわよね。ちなみに以前クロノトリガーの動画作成の時に協力してくれたゲーム解析班の話によると、当時はセーブデータに異常があった場合は、そこから復元を試みるゲームとセーブデータごと削除してしまうゲームがあったらしいな。ゲームによってやたらセーブが消えやすいのと全然消えないのがあったのは、その挙動の違いってことだったわよね。そしてドラクエはというと、お察しの通り少しでも異常を感知するとデータごと削除してしまうタイプで、実際にはデータ全てが消えたわけではないが、異常を感知したのであの音楽と共にデータを削除しましたってことだったんだろうな。そういえば昔あの音楽が鳴った瞬間に、何度も電源ボタンを押してやり直したら、普通にセーブデータが消えずに読み込めるようになったって話も聞いたことがあるけど、もしかすると何度も電源を切り、データを削除するプロセスを無理やり中断することで、異常を感知したはずの元のデータがそのまま残ったということかもしれないな。なるほど、ゲーム解析とか詳しい人の話を聞くと、昔の不思議な現象とかもいろいろ説明がついて面白いなぁ。続いては F0 より周回遅れのマシンだ。これは確かに迷惑だった。マリオカートなんかと違って相手のマシンをアイテムで妨害してるわけじゃなくて、ただ純粋に走ってて周回遅れになってるだけだからこそ、怒りのやり場にまた困ったりするのよね。まず F0 が他のレースゲームと最も違う点はパワーメーターの存在。これは壁に激突したりするとどんどんパワーメーターが減っていって、最終的にゼロになるとマシンが爆発しちゃうのよね。そうなんだ。そのため序盤の簡単なコースでこそ1位を争ってのレース展開となるが、終盤の難関コースにまでなるといかに1位を取るかどころか、マシンを大破させずに完走するということ自体が難しくなってくる。コースによってはスピードアップするジェットを使って攻めすぎるのも良くないとか、そういう難しさが出てくるのも醍醐味よね。
そしてそんな中でたびたび目にするのが周回遅れのオレンジ色のマシン。障害でどれだけこいつらを抜いて、そしてぶつかられてきたか。ただ邪魔なだけであればまだいいんだが、しばしば登場するのがパワーメーターが限界まで削られて、爆発寸前になった周回遅れのマシン。こいつに接触してしまうと爆発とともに大きくハンドルを取られ、しかもこちらのマシンも大ダメージを受けてしまう。終盤の完走が難しいテクニカルな面で、何度こいつもろとも爆破させられたことか。ただ頑張って走ってるだけなのに多くの子供たちをどん底に突き落とす。悪気なく迷惑をかけてくるとんでもなく脅威な存在だったわけだな。そして悪気なく迷惑をかけてくるキャラといえば、桃太郎電鉄シリーズの貧乏神が最もテーマにあった存在と言えるかもしれないな。これはまさにその通りだわ。キングボンビーとかに進化してからは、明らかにキャラクターたちに迷惑をかけてやろうっていう意思になるから、今回のテーマとはそれるだろうけど、貧乏神の時点ではむしろいいことをしてるようなノリで悪事を働くからな。例えば現金は大事だから社長さんのために物件を売ってきたと言って、せっかく独占していた地域の独占が崩れてしまったり、これでさらにその物件を他のライバルに買われると痛いんだよな。かと思えば今度は社長さんのためにカードを買ってきたと言って、本来のカードの2倍の金額を払わされたりもする。ポケモンカードじゃないんだから転売みたいな金額で買ってくるんじゃないわよ。場合によっては2倍の金額でもありがたいカードが手に入ったりもするんだが、序盤の資金がない場合なんかはこれが大きな痛手になったりするからな。序盤で借金は流れが悪いなぁ。あとは線路にうんちをして道を塞いでしまったりもする。それはありがた迷惑じゃなくてただの迷惑行為だわ。それにしてもうんちが邪魔でその路線が一時運休とか、現実世界で考えたら地獄みたいな状況だよな。会社や学校になんて説明すればいいのか、うんちで電車が遅れてるので遅れますなんて、遅延証明とかもらえるのかな。ありがた迷惑といえばドラゴンクエストモンスターズテリーのワンダーランドの王様の部屋にいる大臣。あの人って何かことあるごとに、テリーの冒険の無事を祈り薬草を与えようって言って薬草をくれるじゃない？そうだな。正直序盤では毎回薬草をくれるのがめちゃくちゃありがたかったんだけど、中盤くらいになったらもう薬草なんて使わないからちょっと邪魔で、なんなら終盤とかゲームクリア後で最強クラスのモンスターが揃ってる時ですら、関係なく薬草を渡してくるじゃない？確かに終盤で薬草は邪魔でしかないな。テリーのワンダーランドはゲームボーイということもあって、持てる道具の所持数の上限が少なくすぐにいっぱいになってしまう。そうそう。でもモンスターを仲間にするために重要なお肉とかはたくさん持っていきたいじゃない？それなのに所持品を圧迫する薬草を押し付けてくるのは、もはや嫌がらせでしかないというわけだな。たまに会った気前のいい親戚のおっちゃんが気を利かせていろいろくれるんだけど、見たこともない缶詰とかお菓子とかで、正直全然いらないなーっていう状況に似てるわ。相手は善意でくれている分何も言えないしちょっと切ない感じだな。もちろん感謝の気持ちは忘れないようにしてるんだけどね。あとこれは特定のゲームというより、タクティクス系のゲームでよくあることなんだが、自分がある程度 HP を削った敵を仲間の NPC が倒しちゃって、一見ありがたいんだけど経験値を横取りされたみたいなこととかないか？あるある。タクティクス系だと RPG みたいに好きなだけレベル上げできないゲームも多いから、頑張って削った敵のとどめだけ持っていかれるときついのよね。あとレトロゲームというより最近のゲームに多い傾向かもしれないが、特定のバトルに勝てなくてコンティニュー画面が出てくるときに、難易度を下げますかって聞いてくるシステムな。ああ、確かに最近のゲームだとちょいちょい見る気がするわね。もちろん親切で聞いてくれているんだが、煽られてるみたいでめっちゃ悔しい気分になるんだよな。私は全然気にしたことないけどそう感じる人もいるのね。あとシステム系だと個人的には、めちゃくちゃ長い話をしてきた後に、もう一度聞くかって聞いてくる村人とかね。ああ、わかる。話があまりに長いもんだからずっとボタンを連打してたら、その選択肢も牌を選んじゃって、また長ったらしい話が始まっちゃうんだよな。そうそう、お母さんとかに呼ばれて早くセーブしたい時とかだと、もう本当に焦りすぎてやばい。そんなわけで今日の動画はここまで。みんなは今までありがた迷惑でダメージを受けたことはあったかな？それじゃあまた別の動画で会おうなんだぜ。またねー。